の白から赤ということで、赤いスイートピー久しぶりに歌わせていただきました。これ多分リクエストもいただいてたんじゃないかなと思うので、ごめんなさい遅くなったけど歌わせていただきます。赤いスイートピー、松田聖子。それからもう結構何回か歌ってるとは思うんですけれども、今またね歌ってみて、さっきも言ったんですけれども、心に春が来た日は赤いスイートピーって、もう最後もねすごくいいんですけれども、心の岸辺に咲いたっていうところがいいって母が言ってたんですね。岸辺っていうのが心の真ん中に咲いたとかじゃなくて、心の岸辺に咲いたっていう本当すごく奥ゆかしい表現が素敵だって言ってて、本当にそうだなと思って、なんかこう岸辺ってすごくなんか上品で繊細じゃないですか。なんか真ん中とも違ってちょっと端っこの方かもしれないけれども、ね、こう岸辺っていう表現、心の岸辺ってすごく素敵ですよね。なんかこうね
こうふとね、心の岸辺にこうパッと赤い秋葉が咲いたような気持ちになったってことですよね。すごい素敵。うん、今日はなんか帰りたくないみたいな曲多かったですね。セカンドラブ、ね、帰りたくない。ね、赤い秋葉、帰りたくない。ねえ。で、こんな気持ちにね、女の子になるんですね。私はちょっとどうだったかわかんないですけども、私はいつも帰ろうとしてたのでわかんないんですけれども、うん、でもね、やっぱりでもね、そうですね、本当に心からね、信頼できるなって思ったら、そんな気持ちにもね、なっちゃうかなって思いますよね。うん、なんかでも、そのすごく柔らかい、繊細な気持ち、すごくね、わかりますね。うん、はい、ありがとうございました。赤いスイートピー、聞いていただきました。